はい皆さん毎度毎度ロリアル・アルーリアの、ね、カラーチャートなんだけどねこれは外で日陰で撮ったんだけどね若干色の違いが分かるよねやっぱり美容室の、ね、室内の蛍光灯の下で見るとね全部同じに見えるんだよねこのカラーチャートはねお客さんが見てもね訳が分かんないんだよね紙質にもよるけど789番って意外と染まりにくいんだよね白くがね浮くっつうの9番なんか染まらねえよっつってさ在庫を置かない店もあるんじゃないかなと思うんだけど これね9番をね大量に塗ると結構染まるんだよね、やっぱり男のお客さん、ショートで毛が少ない方をねずっとこう染めてきて毛がさ少ないし短いし刈り上げしちゃうから、サイドなんかね、それこそね 20g もあれば十分足りるぐらい、まあ、塗り方ってのあるからね、でそれをね間違えてね 30g 絞り出しちゃったんだ、そうするともうパテのようにもったいないからさ、面白いから知り合いだし、パテのようにもったい やっぱりね、どうせ下水に捨てるか頭の上に乗っけてから後でで捨てるからの違いだから、目いっぱいの,のっけるように、それこそケーキに生クリーム塗るみたいにね、もうベトーっとね、毛,毛が埋まるぐらい、まあ、刈り上げしてから塗ったんだけどね、刈り上げの毛先が出なくなるまで、それこそ塗りもるっつうのアッシュブラウンで染めてんだけど、最後乾かすと、どうしてもね、白いところが。 あのカラーチャートのアッシュブラウン薄くしたみたいな色程度にしか染まってなくてまあ黒いところもトップのほなんかそんな白がないんだけどねどうしてもね、まちゃらけてていいって言えばそれでよかったんだけどで今回はねもうたっぷり塗るとねいつもより黒いじゃんっていうぐらいしっかり染まってるんだよね、それこそカラーチャート並みに染まってるのよ、この毛染めの量っていうのは適切な量っていうのは誰も教えてくれないよね、自分で見つけていくしかないんだけど。 だから、人んちがさ、よくさ、ショートの人にさ、80g 塗ってるだろう、90g 塗ってるだろうさ、ばっかじゃねえと思って見てたけど、いや、それもね、ちょっと自分の考えが間違えてたかなと。うちはね、これアルウリア使ってるけど、それが他のメーカーのね、N 社とか、アリミノとか、ミルボのいろいろあるけどね、それの薬剤の場合はどういうことになるかわかんないけど、とにかくロレアルはね、789のハイトーン、明るめの場合は、たっぷり塗った方がいいかね。まあ、5番とか3番とか、 6番あたりはまあ普通に塗ってりゃ染まるんだけどね、でも6番あたりでも髪の毛の多い方はやっぱりちょっと量を多めにしないと白髪が染まりきれてないっていうの この塗布量っていうのはね誰も教えてくれないしねでケチな先生だといくらでもケチるからね薄く薄く塗るっていうのたっぷりベッとり塗ったら頭がバカになっちゃうとかね地肌が傷んじゃうとかねでもちょっとつくのもいっぱいつくのも一緒だからねだからねあの髪の毛一本一本に靴下履かせるぐらいに薬がついてればいいかなっていうんではなくてね毛染めで水没させてしまうぐらいそのぐらい塗ると しっかり白髪が染まるとの、その代わり、今まで薄塗りの先生がいきなりそれをやるとね、お客さんが髪の毛黒くなったってんで、驚く場合があるから、これちょっと注意なね。はいお疲れ様でした